天津木村のどっかへとこありますか。今回は西和賀に向かっております。イエーイ、盛り上がっております。うわー、僕だけ一人で盛り上がってます。2年ぶりですかね、になりますが、まあ、前回も5月のロケだったということで、西和賀町といえば冬の西和賀町に行きたかったな、雪を見たかったなっていうところがございますが、なんだかんだで見どころっていうのはあるもんですから、その辺をちょっと今日は探りに行きたいなというところでございますが、今回の旅の舞台西和賀町はおよそ8割が森林に囲まれた自然豊かな町。町への道中、視聴者からの情報を確認していると、そんな西和賀の自然を満喫できそうな情報が。湯川温泉の奥に行くと沼があって、その沼に小さい島が浮いています。風が吹くと島が動くそうです。これは探検心に火をつけられますね。沼が、ちょっと待って、地図で見たらこれちゃう、これね、これ湯川温泉、このちょっと手前にほら、これ沼じゃない、あ、なんか沼っぽい、で、なんか真ん中に木があって島、ここに行きますこれを確認しに行きます。ということで、まずは情報をもとに湯川温泉方面へ。さあさあさあ、やってまいりまして、で、ちょっと僕がさっき地図で調べてたとこが、ここが一番近くにはあるんですけど、ちょっとふるさとさんで聞きましょうか。はい、朝からすいません。我々場所を探しておりまして、この湯川温泉さんの奥の方に行ったら、なんか沼があって、湯川沼です。あるんですか。あります。で、その真ん中に島みたいになってて、そうですね、それが風で揺れる島みたいな、はい、そうですね、まさに、はい、合ってます。合ってます。あ、そうなんですか、はい、場所はどうやら木村さんが見つけた沼ではない様子。湯川沼の詳しい場所を聞いてみると、そうですね、これ、ここですね。めちゃくちゃ遠いよ。めちゃくちゃ歩くよちょっと行きますよ、皆さん。もう一回見せますね。我々今ここです。で、高重旅館さんここですね。さらにずっとこのくねくね行って、この辺におそらく入る道があってで、目指すはここです。おお、もう県境です。お隣、秋田県。菊池さん、そのスマホにその時の写真とかあったりしてスマホに撮ってるかな、あるかもしれないですけど。あ、ありました。これ、こんな綺麗なんですね。めっちゃすがすがしい場所。そうですね、この花、羊草とかっていう、はい、睡蓮みたいな花が咲いてる時に行って写したのなので、はい、おすすめの場所みたいな西和賀でございましたら、はい、菊池さんの。私はお花とか結構好きなので、はい、あやめ公園とかっていうところがあって。ほうほう。チョサダムっていうダムもあって、はい、でそこもこうちょっと水が流れ出したので、うん、そこをこう巡るのが結構、まあ、好きかなと思って、お客さんにも勧めたりはしますけども、ちょっとそっち方面行ってみますかね、うん、いやいいですね。さてと川尻総合公園かな。あー、これか、チョサダム通路。あ、こういう風に、え、すごっ。え、ちょっと待って、嘘でしょ。え、これ、え、歩けるんや。で、これが今、あやめん、お花、そこから、あ、ちょっと咲いてますね。後でチョサダムの近くまで行くとして、今とりあえずお花を。園内を散策していると、花のお世話をしている方を発見。お話を聞いてみることに。僕ら何の花かちょっとあんま分からないんですけど。ハウスですか。
あの紫色の花はとですね、ポツポツと咲いてる紫はアヤメですね。あ、やっぱアヤメなんですね。であっちにずらっと並んでるのがシランですけどもね。シラン、はい、シランっていうことはご存じないっていうですねただここはあのシランは脇役ですけども、こっちがメインはアヤメ。メインがアヤメですね。これ時期はいつぐらいが一番咲く？ですね、あと10日ぐらいぐらいがピークですかね。うわ、惜しい。月末か来月の頭が一番いい時ですけどね。でもブワって咲くんですか？そうですね、一斉に。うわ、その一面咲いてるとこの高橋さん、写真とかお持ちじゃないですか？あると思いますけど、ちょっと待っていただけますね。知ってくださってるんですね、僕のこと。いや、わかんないです、まだ。いやいや、あると思いますって今おっしゃった。偶然で出ることもあるんで。いやいや、聞いたことない、偶然であると思います。もう偶然で出ると恥ずかしいんですか、今。例えば目の前であれば、うわ、すげえ、うわ、すげえですよ、これ。見えますか、カメラさん。すごいっすね。うわ、綺麗。一面ほんま咲くんや。しかも色とりどり。はい。あの花自体大体 2段で咲くので、最初の1つ目とそれ終わってから2つ目が出るんで、だからどっちも見れたらさらによしってことですね。そうですね、はい。いやー、惜しかったです。本当につくづく惜しかったです。そうですね。町の観光協会によると2回目の見頃は今日からだそう。皆さんもぜひ足を運んでみては。すごい。はあ。うわ、これはすごいわ。あの中を歩くんや。確かにまだ水が残ってるから、あれがどんどん水位が下がっていった、あそこが回廊になって、今上水が流れてる下をくぐれるんや。へえ、すごいな。ドローン飛ばしたいな。時間3分です。3分無理やね。セットして終わりやね。よし、もう見れた。蝶々のところに行きましょう。風景をもっと堪能したいところでしたが、約束の時間が迫っているため急ぎ町役場へ。大吉蝶々、どっかとこありますか？今町で雪の力というブランドで、町のコンセプトでいろいろ PR させていただいて、そういう取り組みの中で5人 の木工をやられてる人とか陶芸とかの、まあ、クラフト作家というか、そういう人のコーナーもあったりして、例えばその5人いらっしゃるんですけども、そういうクラフト作家の方とかもどうかなと思ったりもしたんですけど。面白そうですね。国土107号の、はい、その沿いにもその5人の中の1人の方がいて、で木工をやられてる方の奥さんというか、その方が薬剤師の方なんですけれども、その個人のいろいろ体調を整えるときにこうカウンセリングをしながら、そういうのをこう調合してっていうような場所もあったりして。僕最近朝方目覚めてしまうんです。そんなことも相談的に多分いろんな体調について。そこ行きます。ちょっとお腹も空いてまいりまして、はい、お昼ご飯どころとかはどっかございますでしょうか？やはりまあ、そばはやっぱりこちらやってましたので、そこはあれ、まあ、石山らしさではそばかなとは思いますけど。おそばいいですね。107号の途中にもう春の屋さんっていうのがありますので、やってると思いますけど。サクサクと話が進み、目的地決定。お知らせの後、町長一押しスポットで木村さん超リラックス。西和賀町の自然を満喫した木村さん、続いて町長におすすめされたそばのお店春の屋に向かうことに。店内での撮影も OK ということで、早速中へ。さあさあさあ、ちょっとメニューを決めたいなと思いますけども、美味しそうなんですよね、どれも。まあ、ざるそば、天ざるってこれだ。天ざるそば、あれちょっと待って、そっちは十割そば、10割そばの天ざるある。それしよう。
ありがとうございます。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。美味しいですよね。いただきます。ありがとうございます。ほら来た、めちゃくちゃ美味しそうや。こういうやつ、うんうん、うまい。コシありありのもちもちのそばの風味が広がる。わかんないです。わかんないです。ちょっとコメント欲しいです。うまみの階段を上がっていくっていう、口に入ってきた時に1段上がって、でもちもちで2段目で、3段目でこうようやく噛んで中から広がってくるそばの風味で、4段目で残る鼻から抜けるそば感っていうのを表すとこうなるっていう。ちょっとエビいっちゃっていいですか。本来なら僕エビ最後です。サクサク、エビの身ぶわっ詰まってる。うわ、絶妙な衣と身の関係、気合う親戚と住んでるみたいな、兄弟とかじゃないけど親戚で気合うやつと住んでるみたいな、わかる？木村さん最近ちょっと食レポ聞いてらいすぎじゃないですか。違う。本当ですか？それは違う。本当ですか？次のフェーズに行ったのよ。聞いてらいすぎじゃなくて、もう浮かんできた言葉をそのまま伝えるっていうフェーズに入ったのよ。なるほど。アーティスティックになってたの。どっちかというと。そういう意味で言うと、アートって、まあ、気をてらうもんだから、どっちかというと。その気をてらうっていうか、出来上がったものが人から見たら気をてらう。西和賀町のそばを存分に堪能した木村さんは、お待ちかねの木工雑貨のお店へ。木村さん、はい、着きました。あ、着きました。あ、着きました。のっかさん、どこ行っても穏やかでいいですね、西和賀町。あ、すいません、突然。突然なんですね。突然なんです、ごめんなさい。家具を作っておられるんですか？はい、オーダー家具を作ったり、あと木製雑貨を作ったり、まあ、こっちで。はあはあ、うちの家内はこっちで。あ、アロマの。そうです、とハーブティーと、あと漢方薬など、健康相談はこっちで。あ、どうぞこちらです。これショップ、わ、かわいい、かわいい。そうでしょうか。はい、すでにかわいい。もうちっちゃいんですけど。例えばこの上の商品は作られたものですよね。はい、これはあの私の一押し商品になるんですけど、はい、紙コップをパコッと。あ、すげえ。うわ、紙コップホルダー、めちゃくちゃいい。あまりたくさん作れないんですが、はあ、これだけはうちで全国の皆さんに向けて販売受け付けているので、手触りもいいように、あの磨きの工程が結構ありまして、持ってるだけでストレス発散です。普段からこうやって歩いてもね。これも木の木。木の木、はい、どうですか？木の木だ、木の木だ、はい、そう、これはあの壁飾りする、はいはい、僕木村って言うんですよ。だからこれ木の木から木村に変えてください。わかりました。1枚だけ、じゃあ1枚だけ、1枚だけ木村にしておいてください。木村にしておきます。これね、ここにこのシミがあるやつを木村、はい、ノリと勢いで決まった木村ですが、ご厚意でサインしたものを販売していただけることに。1個限定ですので、欲しい方はお早めに。うわ、ちょっと、すごっ。すごいですやん、はい、これ納品待ち、納品待ちで、はい、洗面室、はあ、洗濯機とか、はい、置いてる部屋で、はい、どうやらあの洗濯物を畳むためのカウンターが欲しいということで、テイストを打ち合わせして、はあ、ちょうどいいですね、そのそうですね、本当に洗濯物を畳むっていう、はい、取り込んで、取り込んですぐに、畳んでとか。うわ、なんかおしゃれ、その生活。西和賀町で家具や雑貨を作り続ける工藤さん、実は青森県の出身で元スキークロスカントリー競技の選手。
なんと日本代表として2002年の冬季五輪に出場した経歴も。競技引退後は独学で木工技術を身につけ、2019年に奥様の実家である西和賀町に移住し、このノッカを開いたそう。なんかでもこの景色見ながら風を感じながらやってたら楽しいやろうなってちょっと思いました。楽しいんですよ。絶対そうですよね、はい、移住もそのいいところに移住するじゃなく、もしかしたらつまんないのかも。移住したところを作っていって自分たちの色にしていくのがなんかいいのかなっていうふうにね。うわ素晴らしい、素敵で、僕らも僕は木工屋だし、うん、家内はその健康関係の癒しとかね、相談のあれなので、はい、癒し系 の、うん、あのサービスを提供できればいいなってことで。うわなんかいい人生ですね。じゃあすみません奥様よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いがございまして、はい、私今、はい、いつも僕めちゃくちゃ睡眠取れる子やったんですよ。あ、はい、すぐ寝れるし、ところが最近で4時ぐらいに必ず目覚めて、そこからなんか薄い浅い眠りが6時、うん、7時まで続くっていう。それで結構日中は害が出るっていうか、眠気が出やすくなるなとか、ぼーっとしちゃうなっていうのも。移動中とかこうすぐ寝落ちしちゃうとか。あ、はい、そうなんですね。創薬庵では自然の景色に癒されながら心身の悩みや不調に関する相談が可能。オリジナルの香水やハーブティーを作ってもらえるコースもあるんです。本来予約が必要ということですが、特別に木村さんのお悩みに合わせて香水を作ってもらえることに。鼻元に当てますね、はい、この香りです。はい、いい香り。どっちが安らぐなって感じですか。後者、後者の方が、はい、後者の香りの後にこうやって嗅ぐと、うん、3つ嗅いだっすね僕。今3つ嗅ぎましたね。3つ目なんすか。3つ目は柚子です。あ、柚子なんだ。柚子です、うん、香り。これがちょっとだるく感じるとあれですけど。あ、気持ちいいっすよ。あ、ですか。うん、柚子好きな感じの方だと、まあ、この香りはマジョラムっていうハーブの香りなんですけど、ま、ハーブ、マージョラム。こんな感じで2種類こう混ぜるとですね、香水なので、っていう感じに。それでいいよ。これで良さそうですか。香水です。こんな感じになってます。わ素敵。あ、イチコロです。あ、よかったです。わいい香り。すごい心がふわーってこう緩んでいく柚子の感じをマージョラムがこうふわーって包み込んで届けてくれてる感じ。そうですね、 そうですね、そんな感じになると思います。すごいいい香りです。あ、よかったです、はい、あ、嬉しい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。木のぬくもりと自然の香りに癒された木村さん、旅の最後に向かった場所は。さあさあさあ、ついに我々の念願叶う時やってまいりました。湯川沼入り口、すっごい山道でした。で、ここがそうと。ちょっと待ってよ、思ってた感じと全然違う。いや、スッといける感じを想像してました。ちょっと 見ましょう。現在地、我々サワーコース20分です。ちょっとあそこまで行ってみませんか、試しに。ちょっと待って、これを行くんやね。まずもうすでもうほら、もうハマってるやん。中止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 。山の神が入るなって言ってる。ちょっとね、ごめんなさい。僕個人の、感想ですけど、ちょっと怖いです僕これ行くのは。なんかちょっと準備が足りてなかったかもしれない。足りてなかった可能性は大。もうちょっと登山の格好とかしてこないといけなかった。リビングホームポイントを更新。
多分方角的にあっちやろ。全然見えない。なめんなよって感じやで、ほんま自然からしたら。楽すなって。はい。終わり。自然はそんな簡単じゃない。我々もしっかり準備して、またリベンジに挑みたいと思います。とりあえず西和賀町、いい町でございました。あったかくて優しくて、非常にいい町でございました。